こんにちは、 JA1BJT です。昨日の2月9日お昼休みに CW で更新したんですけども、2つ目の更新がですね、実は CQ ハムラジオ誌で CW の連載をされている上岡沙織さんと CW でですね、実際に更新することができました。その様子をね、この後お見せしたいと思うんですけども、今の最新号が2022年2月号で、CW 運用ステップアップ入門編13回だと CQ を出してみようっていう回なんですよね。ちょうどね、今自分がね、そろそろ CQ を出してみましょうってところで、まあ、実際もう出しちゃってるんですけども、まあ、CQ 読んだり出したりっていうね、こういうところの話が載ってるんで、上岡沙織さん JH1JDI なんですけども、それのもう一つですね、 JP7VA 宮城県宮城郡松島町、こちらの方のコールサインもねあるんでね、今回はですね、この JP7VA 局と更新させていただきました。どうもありがとうございます。これがね、昨日の設定のままです。キースピード15で出てました。昨日はたまたまなんですけども、お昼休みに僕が家の近所の河川敷でプチ移動運用って言ってね、それをツイッターに書いていたらですね、上岡さんからこの周波数で CQ 出してますっていうメッセージいただいたんで、慌ててね、チューニングして応答してみましたという動画になっております。ちなみにこちらがその時の自分の手書きメモですね。動画の中でね、実際にどんな風に書いてるかっていうのもちらっと見えるんで、まあ、もしよかったらそういうところも気にしながら見ていただけるといいと思います。こちらについては更新動画が終わった後に少し追加でお話ししたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、今ですね GP7VEA かな、沙織さんだと思います。今メッセージもらってですね、ツイッターでね、この周波数で出してますっていうあったんで、初めて更新させていただきました。ツイッターではね、仲良くさせていただいてるんですけども、CW の実更新は初めてです。今日ねこれできただけで、ね、全然 OK です。もうすごい良かったです。ありがとうございました。よかった、嬉しいすごい嬉しい。ちょっと僕ね打とうと思ったんで全部打てなかったんですけど、まあいいや、一応聞けて打てたんで良かったです。はい、ありがとうございました。 J1BJT でした。さよなら、ありがとうございました。またお会いしましょう。更新動画見ていただいてどうもありがとうございます。おまけでこれを少し解説したいと思います。周波数は7メガの 79.50 ですね。 CQ 出されてるっていうのは聞いたんですけども、コールサイン覚えてるわけじゃないんで、これコールサインは実際の CQ の中で読み取ってます。画面の中で見えたと思うんですけど、まず最初に DE で JP7 というところのね、この前3文字プリフィックスだけ取って、2回目に VA を聞き取ってるって感じですね。で、3回目っていうかですね、その後にもう1回これコールサイン、2回目の CQ で多分コールサイン2回打ってると思うんですけども、その2回目でこれをもう1回再確認して大丈夫ってところで応答に出てます。でこのね06013っていうのは多分 JCC コードだと思って取ったんですけども、その後スラッシュ B で HW、どうですかっていうところまで書いているんですけども、私ですね、ハムログやってないんですよ。でハムログやってないんで、このスラッシュ B とかっていうのは全然分かってなくて、06013っていうのが多分コードだろうっていうのは分かるんですけども、スラッシュ B っていうのが、まあ後でね調べて分かったんですけども、ハムログでね多分この群だけじゃなくて、もうちょっと細かいとこまで町までね識別するんで B がついてる。これで宮城県宮城郡06013は宮城県宮城郡まで、でスラッシュ B つけると松島町っていう特定できるってことですよね。とても景色の良いところだと思うんですけども、松島町からオンエアされてたようです。 JP7VEA 局のお名前、上岡さんのお名前、アルファベットでサオリ SAORI と2回打っていただいてると思うんですけども、それはヘッドコピーで頭で記憶してます。でまあ OK とかいろいろね、端々のところ書いてたりするんですけども、多分 Hope See You Again とかね、これちょっと愛が抜けてますけど、バイアBURO、 多分 QSL カードバイアビューローっていうのは、まあ、定型句だと思うんですけども、それは取れてるんですけどね、ここで OK って書いてるんだけど、僕 OK ってね自分で返してないんですよね。後から聞いたら自分で、QSL カードを OK ですっていう風にですね電信で返してないですね。そういうとこいっぱいねミスはあるんですけども、まあ一つずつやっていこうと思ってます。あとこちらのね QTH も JCC コードをいただいたんですけども、こちらから JCC のコードを打ち返してないですね。まあそういったところもね、まだまだねすぐねきちんとね抜け漏れなく対応できたらねかっこいいんでしょうけども、やっぱりね緊張すると結構飛んでっちゃうんですよね。まあその時その時集中してできることをやってるだけなんで、まあ、今こんな感じでやってましたっていうことのご紹介でした。どうもありがとうございます。